言語とは本当に非効率的な伝達手段だな。これでは以前の状態まで文明を復興することは永遠に望めまい。やはり人類は旧世代の種族ということか。グラスケージを起動させて何をしようと。無論今度こそ完全に不完全な肉体を消去するのだ。消去って何を、どうして、そんなことをしてあなたに一体何の利益があるの。音声による議論というのもこうなると一つの古典的様式でしかないな。説明しても理解はできまい。人類は足かせが多すぎる、ノイズが多すぎる、効率的ではない。これからは我々の時代だ。人類の支配は終わった。計画を妨害する者は排除しなければならない。ここまで手前とは想定外だったな。
誰かいるの。誰かの息遣いが聞こえる。大丈夫。僕は誰？君、目が。ごめんなさい、ぼんやりとしか見えないの。でも大丈夫、じきに見えるようになるから。触った。うん、触った。あったかい。あなたは誰？僕は瀬戸。私は。バックアップシステムだわ。もう AI への人格パターンのコピーが終わっていたのね。このままではグラスケージの力が解放されてしまう。そうしたら今度こそみんな死んじゃうんでしょ。どうすれば。バックアップシステムってわからないけど、シンの行った場所ならわかると思う。とにかく今はそこに行くしかなさそうね。急ぎましょう。あ、大丈夫？うん、大丈夫。よし、行こう。あそこよ。シンはあそこにいるわ。怖い。みんなはここで待ってて。僕が行く。私も行くよ。大丈夫、ここで待ってて。すぐ戻るからさ。約束？うん、約束。姉さん、ここからは僕一人で行く。君はこの子についててやってほしいんだ。あらあら、一緒にいるうちに随分言うようになったのね。でも分かったわ、この子を一人にはしておけないものね。あ、ちょっと待って。何？あんた、おでこ怪我してるわよ。絆創膏貼ってあげるから、動かないで。え、うん。おまじないよ。幽霊の私がおまじないっていうのも変かしら。無事に戻ってくるのよ。それからシンを止めて、瀬戸。うん、わかってる。予想外だよ。あ、カップルだらけのこの辺りじゃ、立ち止まって聞いてくれる人なんていないのに、その人はいつもそこでギターを弾いていた。よう。こんばんは。今夜も散歩かい？そっちも相変わらずだね。まあな。ところで、まだ眠れないのかい？眠れたら、こんなことしてない。そりゃそうだ。続き、聞いてよ。なんだよ、嬉しいこと言ってくれるじゃん。あんたの曲、眠くなるのよね。ま、それでもいいさ。
If the ID cannot be confirmed, you will be removed. If the ID cannot be confirmed, you will be removed.私は今もあなたのそばでずっと見ていますからね。